はい、えー、今回ですね、球体を使ったモーショングラフィックのね、やり方をちょっと解説していきたいと思います。はい、まずですね、えー、新規平面ですね、こちらのを引きまして、おなじみのグラデーションをかけます。はい、色はこんな形で放射状ですね。真ん中だけちょっと白っぽくしたいなという感じです。で、次に変、えー、新規の、えー、こちらからですね、シェイプレイヤー、シェイプレイヤーを選びます。シェイプレイヤーね、選びましたら、こんなの、ちょっと、よいしょ。 引いてください。はい。これ何かっていうと、ただの線です。ただの線です。何にもないです。ただの線ですね。こんな感じの線になっています。で、この線なんですけども、えー、実際ちょっと左側にちょっと寄せまして、これからですね、何をするかというと、はい。こっから追加でですね、リピーターっていうのがあります。これリピーターで、あの、同じものをどんどん作っていくってやつなんですが、はい。今これリピーターが、 三つになってますけども、こういうふうにね、増やしていくと、模様みたいに作ることができるんですね。で、ここの、ね、トランスフォンリピーターで、ここのスケールですね。この方の値を変えたりとか、そうですね。ここ、こう変えたりとかもまあできるんですけども、今回はですね、えー、非常に単純な位置だけ、ちょっと、こういうふうにですね、詰めていきます。詰めていきます。で、ここで今24本あるんですけども、これね、なくしちゃって左側に見えなくしちゃって、 でここでダーッと上げていきます。はい。そうすると、こんな線が入りますよね。まあ、ここ、位置のね、ところをいじっていただけると、こう、線幅とかね、調整できたりするんですけども、はい。そこで、最後に、ブラック平面の方を重ねると、こんなような感じの、まず背景を作り出すことができました。で、次にですね、CC スフィアっていうエフェクトを使っていくんですけども、スフィアね、ちょっとおさらいすると、こんなような形のね、円形のものを作ってくれます。丸ですね、9。 木を作ってくれます。もちろんライトとかね、こういう明るさとか、はい、こういう風にですね、全体の、あと、ちょっともやもや加減とかね、こういったものっていうのをですね、いろいろとね、作り出してくることができるんですね。で、これをですね、今回は平面にうまく適用するっていうところが大きなポイントになります。はい。で、何に適用するかというと、一個新コンポジションで、このブルーの色の、こんなのを作ります。で、一個、 今作ったんですけども、実はこれ半透明なんですね。半分しかないですよって言った形になっています。さあ、そうしたですね、半透明のものを、また新たにですね、新規コンポジションで重ね合わせます。はい。そうすると、今こうなってるんですが、これに先ほどですね、解説したスフィアをかけます。CC スフィアね。適用します。はい。ポチッとなります。はい。そしてですね、スフィアのローテーション X とながあるんですけども、これ、回転ですね。このように回転しますよっていうので、回転しています。 で、これがですね、ちょうど、あのー、北半球、南半球みたいな、半分なんですよね。半分ずつ回転してきますよっていう形になっています。まず、これが1箇所作りました。それで2箇所目、これ何やるかというとですね、もう1個コピーします。こちらの方ですね、コピーして、はい、引きます。それで引いた時に、はい、これ今2つ見えてるんですけども、ここからですね、トラックマットからアルファマットに変換します。 で、その前にちょっと解説したいのが、同じやつを作るんですけども、今度エクスプレッション、ローテーション X で、エクスプレッションで、ここ、ローテーション X 上ね、ここのところにこう選択されてるんですけども、選択した後マイナス100、つまり100マイナスで追ってくださいみたいな形にします。はい。じゃあちょっと比べてみますね。今上がこういう風になってますよ。そして下が、あ、ちょっと待って、上がこういう風になってますよ。 はい。下がどうなってるかというと、下は、はい。100遅れてこうなってますよ。はい。ちょっとわかりやすいようにですね。ちょっと色を変えてみました。上のブルーのところをね、ちょっと色を赤色にして、ちょっと透明を変えますね。透明度も変えて。はい。こんなような形で今なってます。 わかります最初はここ来ていますよね。だんだんこうなって下に来てるんですが、マイナス100を遅れて今度次のが来ています。ちょっと重なってる状態です。はい。こんなような形になっています。で、使いたいのは実はここなんですよね。この、ゴレンジャーのカ <laughs> オみたいな感じがあるんですけど、ここ、ここを使いたいんです。なので、ここでは、 ちょうどアルファマットで重なったところっていうのでやってあげると、この部分のみが重なってますよということで、ここを活用することができるわけです。そうすると、こう、バイザーみたいにね、降りたような立体的な動きができます。それで2個目のところにですね、今度はマッピング。はい、どういうふうにしようかなっていうんで、なんか適当な幾何学模様みたいなのがあるんですけども、はい、こういった模様をですね、ちょうど下の方に置きまして、目で見えないようにします。そして、こっからマッピングで選びます。 そうすると、この部分のみがうまく、画面に出てくるみたいな、そんな設定ができるわけですね。